アメリゴ・マリーノはアメリカの作曲家、バイオリン奏者、指揮者。リチャード・マリーノやリッキー・ヒートン、リック・ヒートンなどの変名がある。シカゴの出身。6歳からバイオリンを始める。12歳からバイオリニストとして演奏活動を始め、14歳の時にはオハイオ州でオーケストラの指揮者として舞台に立つようになった。その後はロサンゼルスフィルハーモニー管弦楽団や ハリウッドボールで団員として、バイオリンを弾き、CBS 放送で指揮者検索曲家を務めて、フランク・シナトラや、ジュディ・ガーランド等とも共演している。1956年から1963年まで、グレンデール交響楽団の音楽監督を務め、1963年には、フォード財団主催の若手指揮者プロジェクトの一人に選出された。 1964年から1982年までバーミンハーム交響楽団の音楽監督を歴任。その任期中に、米国作曲家作詞家出版社協会からアスキャップ賞を1972年と1977年の二度に渡り受賞し、1982年にはザベルシステムシルバーバトン賞を贈られている。ナッシュビルにて死去。 明日を4月26日とする情報もある。リチャード・マリノ。2018年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年7月12日閲覧。リチャード・マリノ。2018年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年7月12日閲覧。アンジェロ・アール・マリノ。2018年7月14日時点の オリジナルよりアーカイブ。2018年7月12日閲覧。ボビット・ブランシュ・ジー・ザ・グレンデール・シンフォニー・オーケストラ。1924から1980。グレンデール・シンフォニー・オーケストラ・アソシエーション。P42。奥力7196,426。ありがとうございます。